get ready. 雑談です。野良猫です。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかのお話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、まあ何にもしておりませんでしたんで、もう早速行きましょうか。見ましたです。本当にあれですよね、オリンピックがやってるもんだから、普段僕は楽しみにしてるドラマが全く放送されていないので、もうこうなったらアマゾンプライムとかネットフリックスに頼るしかないということで、いろいろ見漁っておりましたが、ボブという名の猫、幸せのハイタッチってこれね、何年か前に話題になった野良猫が、まあ、役中の人を救ったというお話、実話をね元にした映画なんですが、ネットフリックスでありまして、で当時僕映画見てなくて、この話はネットのニュースなんかで見てて、いい話だなと思って、それがまあネットフリックスにあったんで、じゃあテレビも本当オリンピックしかやってねえからと思って、これをずっと見ておりましたが、まあ良かったですね本当に。見ました？見てないですかね。ネットフリックスにあるんでぜひ見てほしいんですが、まあ話自体はね、薬中のね、薬物依存症で、治療中の人が、まあ、何度か挫折をしながら、何とかこう、更生していこうとしている中で、まあ、この野良猫と出会うんですね。野良猫とというか、まあ、最初はもう、迷子の猫だと思って、近所でね、この猫、ね、飼い主いませんかって探すんですけど、まあ、結局見つからず、で、猫も懐いちゃったんで、買い出して、でストリートミュージシャンだったんで、一緒にこうねついてくるから、まあしょうがないからつって一緒にやってたら、それが人気になって、で一緒にやるようになるんですが、ところがそこで歌って、まあ、事件というかね、犬に絡まれてっていうのもあれですけど、事件というか、起きまして、歌っちゃいけないと、ね、ストリートミュージシャンなのに歌っちゃいけないっつって禁止令出されちゃったんで、しょうがないからって、ビッグイッシューってね、日本でも売ってますよ、駅の近くとかでね、雑誌を、売って、生活の支えにしているというのがあるんですけども、そのビッグイッシューを売り始めるようになるんですね。で、まあ、猫ちゃんと一緒に売ってるもんだから、それは人気になって、最初はね、写真撮っていいですか、あ、じゃあこの雑誌買ってください、ビッグイッシュ買ってくださいって、そこで人気になって、稼げるようになるんですが、たまたまね、まあ、縄張りというか、縄張り争いしちゃいけませんよと、そのビッグイッシューね、まあ、駅前の人気のスポット、人通りの多いところとかになると、もともとそこでビッグイッシュ売ってた人の縄張りを荒らして、奪ってね、販売しちゃいけませんという決まりがあるんですが、たまたま、歩いてるところで、猫ちゃん連れて歩いてるところで、写真撮らせてくださいとね、いや、でもここはこっちの人から雑誌は買ってくださいって言うんですが、まあいいからいいから取っといてつって、お金渡されて雑誌もらってっちゃったところを、こう縄張り争いしたんだっつって、こう揉めるわけですよ。で事務所にね行って説明しても、これはダメだ、1ヶ月販売停止だっつって、また根元のようになっちゃうのかなってところでも、やっぱり猫に助けられて、っていうか、窓開けたすぐそこでね、ヤクの売買をしてるって、ああいう環境が、まあどこまでねリアルに描かれてるのか分かりませんけども、まあ、そういう、もう本当にこう間近なところでそういう取引が行われているっていう、まあ、日本でもねあるのかどうか分かりませんけども、そういったこう状況でね、なかなかそういうところと関係を断つのは難しいっていうのはあるでしょうけどもね、まあ、日本であんまりね、その薬物中毒っていう人はあんまり
を人数的にはね多くはないと思いますが、その点あれですよ、ギャンブル依存症みたいなのはめちゃくちゃ多いと思います。言うたらもうね、こうちょっと出ればすぐパチンコ屋があるみたいなね状況、まあそれは一緒ですよ本当に。で、まあ、この人はその猫に助けられたという、ね、映像があって、それをずっと見ておりましたが、本当にいい映画というかね、こう微笑ましいというか、猫ちゃんもねよく懐いてて、よくあんな映画撮れたなと思うような映画だったんでね、ぜひ猫好きと、あとね地味に役者さん歌がねちゃんと上手くてね、ただね歌ってるところ、こうギターを弾いてるところが映画を含んだ映画ね少なかったんで、あんまりギターはちゃんと弾けないのかなとか思いながら、そういう荒探しをしていましたが、まあ本当に元々のねその話もいいお話ですし、映画もいい感じでやってたんですが、でさっきちょっと調べてたら、このボブという猫がね昨年の6月にもう亡くなっちゃってるそうなんですよ。で推定14歳ぐらいだったというお話でしたけども、まあ映画の最後にね、この人はその本を出版して、稼げるようになって、でそういった なんていうんですか、猫野良猫のなんて言ったらいいのかな、ね殺処分とかないような活動をしたりとか、あとはそういう更生、する人のためのことに、なんていうんですか、従事しているというか、そういう活動を今はなされてるそうですが、そのボブちゃんが昨年亡くなっちゃったそうなんでね、まああんな猫はもう二度といないというか、語っておりましたが、僕もね最初に拾ったジンゴロウはねどっかで飼われてたのが逃げたのか捨てられちゃったのか、まあ、結構いい大人だったんですけど、そんな思いもね、かぶるというかね、それから僕は猫がどんどん増えちゃってっていうか拾ってきてね、今4匹いますけどもね、本当にね可愛らしい猫ちゃんでしたけれども、まあね、動物というかペットというかね、まあ、亡くなりますからね、本当にそういう時は本当に悲しい。ジンゴロウが亡くなった時も本当に悲しかったね、という思い出もありますが、まあそこを背負うというかね、責任を持って、まあ動物は飼わなくちゃいけませんけどもね、本当に悲しいお別れが続いてきますけども、そこも背負ってね、行かなくちゃいけないというのと、あとはね誰にでも与えられているセカンドチャンスね、それに気づけるかどうかっていうね、映画の中でも出てきますけども、このセリフがね、いろいろ今ねそのオリンピックのあれだなんだっつって、やり玉に挙げられて追いやられちゃってるような人も、まあそういったセカンドチャンスは必ずというかね、一個ダメになったからとかね、で全てがもうダメになるってわけじゃなくて、ちゃんと反省しというかね、セカンドチャンスは必ずありますし、どういった道でね今後、まあ同じ仕事をして、ね、他のことができなくてのはありますけども、それでダメになっちゃうっていうだけじゃないですから、でとは思いますよ本当に。まあそういった人も多いですしね、一度こうダメになったというかね、薬物で捕まったりとかして、でもちゃんと更生してまたやっている人とかも多いですから、みたいな、そういったものをね、まあそのきっかけを、まあこの方はボブという猫にね与えられたみたいなのがあるんで、まあ本当になんかね、まあ本当になんかいろんな問題抱えちゃってる人は、こう本当動物セラピーじゃないですけども、
飼ってみるのもいいのかなとは思いますけど、だまんまそんな無責任なことは言えませんけどね。僕もまあ同じように猫に救われた人の一人でもありますからね、同じような気持ちになって見ることができた本当にいい映画でしたね。そんなことをしておりました。でネットフリックスでねありましたんで、ぜひご覧になってみてはどうでしょうかと。あら、コントストリートミュージシャンやってそうでしょ、マクベスが。そんなネタねマクベスがいつまで俺はこれを引っ張ってるんだっていうね。まあ秋ぐらいにあれが DVD とか出るんじゃないですか。それまではもうね引っ張っていきますかね、もうみんな忘れてるでしょ、ね、コントが始まるがあったなんてことをね、なことをやっておりました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。